どうも、有山八子です。どうも霊夢です。今回は J1 リーグ第15節、横浜 F マリノス戦について語ります。負けた。乾杯としか言いようがないんじゃないかしら？そうだな。全体的に体が重いように感じられたが、連戦を言い訳にしていいのは、前と宮くらいのもので、基本的に長谷部監督は、その辺は人一倍気を使う人だ。よって、実力の差、能力の差、と言ってしまっていいような結果だろう。前半で2失点はきつかった。スタメンは、その宮のコンディションを考慮して、4バックかな？とも思ったけど、5バックで入って後半から4バック。後半、少しは持ち直した印象があるから、結果としては4バックでスタートした方が良かったんじゃないの？いや、私はそうは思わない。ウイングを使った両サイドからの攻撃が特徴的な相手に、しっかりと後ろ5枚で構える形で入るのは悪くない、と思う。相手にボールを持たれた、回された。けど、最後の最後は粘り強く弾き返して、できれば無失点、悪くても1失点でハーフタイムを迎える。そして後半途中から、4バックにして前に出ていく。というのが、おそらく長谷部監督のプランだったと思う。私はこれは理にかなったやり方だと思う。でも、8分にあっけなく失点。そうだな。4枚だろうと5枚だろうと。アビスパの守備の基本は、真ん中を攻めてボールを外回しさせるのが狙い。しかし、ライン間に複数の選手に立たれて、スコンスコン、真ん中にパスを通されて、そこを起点にやられてしまった。もちろん、マリノスのポジショニングが上手かったのだが、アビスパのやり方を研究されたな、という気もする。例えば、同じ5バックで入ったトス戦では、5-4-1 でしっかりとブロックを作って、ボールをもらいに落ちていく相手前線選手を、グローリが自分のポジションを開けて、ガンガン前に出て潰しに行くことによって、危なげない守備の形を作った。今回は、その役割を宮が担っていたのだが、この試合では、それを逆手に取られて、中盤まで落ちたアンデルソン・ロペスに食いついた宮が簡単に外されて、結局、最後までそのロペスを捕まえきれずに失点した。マリノスがアビスパ相手に、そこまで入念にスカウティングしてくるのかは疑問だけど、結果としては、見事なまでにこちらの狙いを裏返された形ね。そして、またもあっけなく2失点目。ビルドアップを引っ掛けられてカウンター。しかし、人数は足りていた。これこそ、個人の能力で相手の方が上だった、としか言いようがない失点だった。確かにね、でも、チャンスがなかったわけでもない。27分、29分と立て続けに、小田からのクロスで得点チャンスを作ったわよ。そうだな。最終ラインの守備に関しては、マリノスも意外と緩かった。特に、29分の小田のクロスがルキアンまで抜けてきたシーンに関しては、どうにかなっただろう、と思ってしまったな。そんなに難しい場面ではなかったはずだ。このシーンに限らず、ここ数試合のルキアンは精彩を欠いているわね。そうだな。もともと技術レベルの高い選手ではないが、それにしてもボールが足についていない。かといって、代わりの選手も思い当たらないから困る。やっぱりフォワードで使った方が良いのかしら？いや、私は守備の強度と、体を活かしたボールキープ。長谷部監督がサイドで起用している意図は十分に理解できるので、使うのならばサイドハーフで良いと思うが、ここは意見の分かれるところだろう。皆さんはどうお感じだろうか？ぜひ意見を聞かせてほしい。いずれにしても、このチャンスで1点取れていれば、随分と展開も違ったかもしれないわね。ああ、確実に違ったと思う。1点差で折り返せていたら、選手たちの気持ちも全然違う形で後半を戦えたと思う。ドロー決着なら、十分に満足できる結果だった。なので、2失点よりも、1点が取れなかったことの方が悔やまれる試合だった。で、結局、恐れていた2桁順位に突入。厳しい。スケジュールから考えて、こうなることは覚悟していたが、それでも、いざ、こうやって順位表を眺めると厳しい。でも、次は今シーズン、調子が今一つのガンバ戦。しっかり3ポイントをゲットして、立て直したいわね。いい加減しろ、バカ野郎。何度言ったらわかるんだ、不調にあえぐチームにやすやすと勝ち点をプレゼントするお人よし。それがアビスパ福岡。相手の調子が悪い、相手に退場者が出た、こういう状態は全て不安になる癖をつけろ。期待が大きければ大きいほど、その期待が裏切られた時の精神的ダメージはでかいんだ。いい加減に覚えろ。何に怒られてるのかわからねえよ。理不尽なこと言い出したから、そろそろ終わるよ。あ、一応言っとくけど、ガンバさん、新潟相手に快勝。長いトンネルを抜けたっぽいです。ここら辺をめどに、井出口復帰なんてあるんじゃないかと思っているんですが、どうでしょう？皆さんの選手に対する評価、感想もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではまた。